はい、半魔家の本家の半魔岩先生です。あのね、世界政府のね年金制度に対してね、100歳越したらですね、年金2倍にしないといけないですね。というのは物価は昔のね、年金をみんなもらってるんで、長寿はですね、100歳以上ですね、の年金取得者に対しては特別報酬ということでね、100歳からは年金を2倍という、ね、100歳からの人だけね、日本に何人いるか分かりませんけど、大変少ないわけですね。100人いないでしょう、いるのかな、55人かな、ということでね、これはね、物価が変わったりしまして きついんですよね、大変なんですね。だから100歳以上は年金は2倍に しないと、いうことですよね。100歳以上またはね、100歳からは50万月50万の年金という特別サービスね、これを報酬を与えるのは政府の義務に しないといけないですね。長く生きるという素晴らしさという100歳以上はね、年金を全員50万と、私はそれを願ってますね。あんまり多くなっちゃったら負担かかっちゃうんですけれどね。また多く生きるようになっちゃったら、長生きするようでしたら、日本人の先頭100人まで、一番の長寿のね、100人、または200人までと。ね、までの長い、一番長い人は年金をね、50万は与えるということですね。最低月ですね、という制度にしてほしいですね。長生きの報酬ですね。だから日本で一番長生きしている先着100人は、政府が50万もらってない人は50万年金を与えるべきと。ね、月。ということですね。100人は。ね。一番長生きのベスト100人は、月額50万の年金を与えなさいと。私はそう思うんですよね。今100歳超えてるのが55人でしたっけ？ちょっと知らないんだけど、そんなにない、180何人いたかな？わかんないけど、一番長生きの100人は、とにかく50万年金与えなさいと。いろいろ大変だろ、波にも打たれちゃうんでね。ちょっと、普通の年金じゃ、マスコミでも騒がれるわけですよ。先頭の人っていうのはきついんですね。そのために、50万は年金を与えなさいと、政府は。ね、で、先頭の100人はね、ということですね。世界の国もそうしてほしいですね。以上。